巨人3-2広島30日東京ドーム巨人の投手交代をめぐり審判団が混乱した写真審判が勘違いした問題のシーン巨人ラインはマークな表情巨人2点リードの6回1死23塁で高梨が銅林を三振ここで杉内投手コーチがマウンドへ広島は代打二股を告げたところで 安倍監督がベンチを出て急進に投手交代を告げた。高梨はベンチへ戻ろうとしたが、審判団が協議。高梨はマウンドに戻された。その後、審判団が巨人ベンチに謝る仕草を見せ、安倍監督も苦笑い。責任審判の川口審判員は、お待たせして申し訳ありません。ピッチャー交代させられないと勘違いしましたが、 ピッチングコーチが帰ってないので交代させることができますので、ピッチャー交代いたしますと説明した。5分超の中断に、客席からは、しっかりしろよ。野やも飛んだ。投手コーチが一度マウンドに行った後、ベンチへ戻ろうとファウルラインをまたいだ時点で投手交代は認められないが、杉内コーチは戻っていなかった。後述の野球規則3照。高梨に代わり、 3番手で船場様が上がると、広島は代打の代打、左の松山が登場。申告敬遠で満塁となったが、石原を抑え巨人がリードを守った。さらに、7回にも再び勘違いが起きた。広島の攻撃でこの回の先頭、代打、大森が登場。安倍監督は船場様から中川の交代を告げたが、山路球審がすぐに認めず。 だが再び安倍監督のもとへ戻り、交代を認めた。代打が出ていなければ船場様が続投する必要があったが、ここも勘違い。安倍監督は山路急進の肩を叩いて苦笑いしていた。試合後、安倍監督は、でも審判の方も人間ですから。たまには間違いもありますよ。だけど間違いを認めてね、しっかりすみませんということも試合中におっしゃっていたのでとフォローした。 野球規則5、五、十、L、中に、監督、またはコーチが投手のもとへ行った後、ファウルラインを越えて引き上げたら、その投手は、その時の打者がアウトになるか、走者になるかまたは投手交代になるまで投球した後でなければ退くことはできない。ただし、その打者に大打者が出た場合は、この限りではない。510I すでに試合に出場している投手がイニングの初めにファウルラインを越えてしまえば、その投手は第一打者がアウトになるかあるいは一塁に達するまで投球する義務がある。ただし、その打者に大打者が出た場合、またはその投手が負傷または病気のために投球が不可能になったと球審が認めた場合を除く。